どうも高井です。これからの時代は正しい知識、正しい情報を求めていく人たちが勝つ時代だって話をしたいんですけど、インターネット上のサイトやブログといったいわゆる無料みたいなね、情報っていうのは正しいのか間違ってんのかっていうのをね、事前知識のない人だから言ってしまえば分かんないよね。だからネットサーフィンをして、これかなこれかなって探して回る、それが正しいのか間違ってるのか理解できない状態で始まってるから、もし間違った情報を正しいと信じて行って、でもし間違えた場合またぐるーっと遠回りするわけですよね。そうならないためやっぱり本を読んで事前の知識をつけて、その柱となる情報を仕入れておく。それによってあなた自身がどんどん近道ができるようになる。まあ、人生の近道って言ってもどうかと思うんだけど、どん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 振り回されなくなっていって、あなた自身の時間を確保できるようになっていく。これだけでもメリットだよね。だから1冊でもいいから読んでいく。で、積み上げていって考えていくうちに、どんどん間違った情報に振り回されなくなっていくので、まずは1冊読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。